イオンモール新リフは、宮城県宮城郡利府町にあるショッピングセンター。県道仙台松島線を挟んで隣接する南館と北館の二棟からなる。店舗面積は東北地方のショッピングセンターの中で最大規模でイオンモールとしては国内3番目の規模である。イオン、利府ショッピングセンター2000年4月28日、各店舗のジャスコ利府店のほか、スポーツオーソリティや未来屋書店などの入居するモール型、ショッピングセンターの東棟と、ホーマック利府店などの入居する西棟等からなるイオン、利府ショッピングセンターとして開業。当施設は、ジャスコ東北カンパニーの運営する初のモール型ショッピングセンターであり、当時のジャスコとしては、東北最大級であった。なお、開業時の売上目標は、全館200億円のうち各店舗のジャスコが92億円で、店舗面積も全館 43,231 平方メートルのうち各店舗のジャスコが 17,869 平方メートルといずれも各店舗の占める割合が半分以下となっており、専門店の比重が高い構成となっていた。各店舗のジャスコ利府店は2011年3月1日にイオングループの総合スーパーをイオンに店名統一することに伴ってイオン利府店に改称した。当施設の名称についても同年から進められたイオンの大型ショッピングセンターの名称のイオンモールへの統一に伴い同年11月21日よりイオン利府ショッピングセンターからイオンモール利府に変更された。また2013年11月からイオンリテールの運営していた大型ショッピングセンターをイオンモールの運営に委託することになったことに伴い、同社の管理運営に移行している。後述するイオンモール新利府南館の建設に伴うテナントの入れ替えやリニューアル工事の施行のため、イオンモール利府としては2021年1月31日で営業を終了した。南館2018年2月5日、イオンモールが利府町の施行する新中道土地区画整理事業地内にイオンモール利府新棟を出店すると発表し、2019年6月25日に建設着手した。新棟は鉄骨3階建てで体験型やアミューズメント関連の専門店の出店を計画し、既存棟との差別化を図る商業施設として2020年冬のオープンを予定していたが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い2021年春に開業を延期。最終的に2021年3月5日にイオンモール新利府南館として開業した。南館は都会的な感度のあふれる新しい体験や文化の情報発信拠点となるエンターテインメントモールとして広域商圏をカバーする。各店舗となるイオンスタイル新利府では東北の旗艦店として、暮らしも心も豊かに、新たにつなぐ想像以上の毎日をコンセプトに、地域最大級の品揃えや売り場、最新のサービスやイオンの専門店が結集した店舗となっている。イオンスタイル1階の食品売り場、日用品売り場はイオン東北が運営し、それ以外の売り場はイオンリテールが運営しており、イオンスタイルで初となるイオン東北とイオンリテールが、共同運営する店舗となり、店長もイオン東北、イオンリテール各1名ずつの2名体制となる。東北地方初となる駐車場の専用レーンで車に乗ったまま受け取れるドライブピックアップやロッカーでの受け取りサービスを実施。また、来店者自身が専用スマホでスキャンし、専用レジで会計をする、レジに並ばない、レジ待ちしないを叶える、どこでもレジ GO を展開し、楽しいお買い物体験を提案している。食品売り場では、東北最大級の対面鮮魚コーナーを展開し、石巻漁港や七ヶ浜の漁港から直送される地取れ鮮魚を提供。イオンのスポーツ売り場、スポージアムを東北最大級の広さで展開しているほか、宮城県初のイオンのフィットネスクラブ、3FIT や靴専門店、グリーンボックスを出店。また、イオン初展開の天然素材にこだわったカジュアルファッションブランドや美と健康づくりをサポートするグラムビューティークなどイオンの専門店が勢揃いしている。南館3階のイオンシネマ新リフでは、東北最大のスクリーン数となる11スクリーンを展開。防疫対策では、国内初となる全座席間に飛沫防止とパーソナルスペースを確保する可動式のパーテーションを設置。全スクリーンにシネマ専用大型空調用ウイルス対策システムのトレイントリプルエアシールドを導入。劇場内の床、壁面、座席など人が触れる箇所には、抗菌、抗ウイルスコーティングのヘルスブライトエボリューションを実施。ニューノーマル時代に対応した各種防疫対策による安全・安心な映画館となっている。立体音響技術、ドルビーアトモスとウルティラを備えた最大劇場の4番スクリーンはメインスピーカーに JBL カスタムスピーカーを国内初導入。また、臨場感あふれる音響を楽しめる東北初のスカルプテッドサラウンドを全スクリーンに導入。北館2021年1月31日をもって一時休業した既存棟について、テナントの入れ替えに加え、外壁工事や防水工事などを実施し、2021年7月2日にイオンモール新リフ北館としてリニューアルオープンした。北館はワンストップでの買い物における快適性や利便性に焦点を当て、来店頻度の高い足元商圏を意識した地域拠点としての役割を担う。各店舗となるザ・ビッグ新リフ店は、イオンモール内への出店は、史上初でイオンモール新リフ北館1階に立地している。買えば買うほど安さがわかるをコンセプトに、エドルプの実現に向け、新鮮な生鮮品など、毎日の食生活に欠かせない商品を中心に、地域最安値で提供するディスカウントストア。中でも冷凍食品売り場はザ・ビッグ最大級となっている。北館2階のダイソーでは宮城県内最大級の店舗として生活雑貨のほかダイソーの300円均一、セレッピーも展開し幅広く取り扱っている。なお、南館にも同店舗を出店している。北館2階のアピナでは515台のクレーンゲームを常時設置しており、世界最大級のクレーンゲーム専門店としてギネス世界記録に認定された。南館3階、北館1階のフードコート、フードフォレストには、計1500席の座席すべてに感染症対策のため、全席に飛沫防止パーテーションを設置している。南館と北館は、県道仙台松島線をまたぐ連絡通路により、移動が可能で、南館2階と北館1階の出入り口の間を結ぶ。全区間に屋根が設けられており、エスカレーターとエレベーターを完備している。また、南館の開業により、イオンモール新リフは、北館と合わせ、東北地方のショッピングセンターとして、最大の店舗面積を誇る商業施設となった。イオンモールとしては、イオンレイクタウン、イオンモール幕張新都心に次いで、全国で3番目の規模を持つ。なお、ホームページは南館と北館で別のものとなっている。館内は新型コロナウイルス感染症対策として空調設備による機械的な強制換気を行い常に新鮮な外気導入により館内の空気環境を維持している。世界的な新型コロナウイルス対策への評価、ウェルヘルス、セーフティーレーティングをイオンモール上尾に続いて取得している。施設内での飛沫感染、接触感染防止対策をはじめ、各出入口での安全対策や施設内の清掃管理体制などを徹底している。また、館内混雑を避けるため、来館カウントシステムにより常時在館人数を確認し、状況により入場制限を実施している。また、各館の公式サイトにて、館内の混雑率や駐車率を表示している。他にも出入り口付近の検温センサーやアルコール消毒液の設置、接客カウンター、レジカウンター、フードコート席、トイレ、洗面化粧台、パウダーコーナー等に飛沫防止パーテーションを設置しており、飛沫感染を防止している。イオンモール新リフ南館南館の専門店全店の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップリストを参照。各店舗専門店など、約180店舗が出店している。イオンモール新利府北館、北館の専門店全店の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップリストを参照。各店舗専門店など、約80店舗が出店している。状況によっては、営業時間が変更となる可能性がある。転載、保守、メンテナンス等により臨時休業する場合がある。詳細は、南館公式サイト、営業時間のご案内を参照。状況によっては、営業時間が変更となる可能性がある。転載、保守、メンテナンス等により臨時休業する場合がある。詳細は、北館公式サイト、営業時間のご案内を参照。高さ制限 2.3 メートル収容台数は約3800台で出入り口は6カ所ある。イオンシネマ新利府での映画上映時間により、上映終了後1時間後まで開放。平面駐車場 B ゾーンには、電気自動車充電器ステーションが設置されている。詳細は、南館公式サイト、駐車場のご案内を参照。高さ制限 2.2 メートル収容台数は約2000台で出入り口は4カ所ある。立体駐車場、屋上駐車場は22時で閉鎖。平面駐車場西側と立体駐車場 B ゾーンには、電気自動車充電器ステーションが設置されている。詳細は、北館公式サイト、駐車場のご案内を参照。詳細は、各館の公式サイト、アクセスを参照。鉄道バスこのほか、2021年1月のイオンモール利府の一時休業までは、東北本線、岩切駅と塩釜駅、仙石線東塩釜駅と本塩釜駅ほか、周辺地域を巡回する無料送迎バスも運行されていた。高速道路、ありがとうございます。